僕は女子なら付き合ってみたい声優さん、そうだな、梅原さんですかね。いや、顔だって言いますけど、そんな、いいとこいっぱいありますから。梅原さんね。ユウスケじゃないですね。ユウスケめんどくさいからね、いろいろね。あんなめんどくさいやつはなかなかいないと思いますね。いや、彼はめんどくさいですよ、本当に、いろいろと。淳太さん。淳太さんと付き合ったら不幸になる気がするね。失礼だ。失礼ですね、これは本当に。そんな感じがしますね。修吾さんどうなんだろうね。修吾さんは意外とって言ったらあれだけど、変な人だなと思うけど、でも多分大切にしてくれそうだなと思いますね。何を言ってんだ俺。そんな感じしますよ。歳三くんと付き合ったら、なんか1、2年付き合って本当に私のことちゃんと見てくれてるとか言いそう。俺側が。見てるよとか言って、その言葉に気持ちが入ってない、気持ちが感じられないのみたいな。え、いや入ってるけどなと言って、あもう分かんない、もう私分かんないみたいな。そんななりそう。増本さんはなんだろうな、増本さんのなんか意に沿わない行動をしたらなんかすぐになんか冷めそうで、増本さんが「お行くか」とか言ってこうボルダリング行ってこう「よーし」とか言って、なんか「え今日は何違うことしたの？あそう、あいえ、じゃあいいよ、あいえ、あ別に無理してつけなくていいから、あいえ、あじゃあうん」みたいな感じになりそう。全部俺の妄想ですからね。こういうのちょっと風評被害につながるから違う話しましょう。熊ちゃんもすごい真面目だから大切にしてくれる気がするね。